リンリン、ハローパンダレル、リンリンパンダレルのリントです。はい、ま、いつも恒例の Facebook に先に動画上がっちゃってる系動画です。はい、YouTube にもこれは上げる動画ですが、 Facebook は先行でね、もうタイムリーに動画が上がってると思います。はい、もしよろしければね、YouTube でご覧の方は、チャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますのでよろしくお願いします。Facebook に関してはですね、個人情報がかなり、色濃く出ていますので、まあ、本名でね、やってますので、Facebook でのつながりに関しては本当にごく一部。まあ、絡みがもしあるとすれば、桃犬の方、との絡みになってくると思っていただけると幸いです。本当桃犬専用に作ったよ、専用に作ってはいないのかな、もともとあった Facebook ですけれども、本当に桃犬の交流でしか今ほとんど、Facebook は使っていない状態です。はい、じゃあ早速ね、本題入っていこうかなと思うんですけども、先日ね、うちのケージをね、入れ替えというかアップデートして、ちょっといろいろ変えたんですけど、餌の入れ場とかね、餌入れちょっと見ていこうか。あら、キョロちゃん、君の娘は私がいただいてよ、なんていう、はい、餌の入れ場がこんな感じになってて、ちょっとだけうんち中に入ってるな、こんな感じでね、うんちがちゃんと周りに、基本的にこの中にね、うんちを入んないようになってます。ああ、でもそんなに入ってないね、ペッペカスは覚えてる、あ、ちょっと入ってるね、ここにね、よいしょ、ほい、あ、問題なしだね、ペッペカスがね、ちょっと入ったりはしてますけれども、基本的にはね、餌がここで、まあ数日分ね、賄えるようにしております。で、水の給水ボトルもね、これにしていて、で、まあ、変えた理由をちらっとお話しすると、まあ、正月にね、実家に帰るんですけれども、今回ちょっとペットホテルとかちょっと預けられる場所がなくて、まあ、ペットホテルも相談したんですけれども、なんかちょっと代表がね、その、ペットホテルで預けられるところが、私の知ってるところで2つほどあるんですけれども、お話ししてるとあんまり対応がいい感じに感じなくて、預けるのが怖いなとなったので、怖いなと思った時、あと他に頼れるちょっと預かってくれるような友人もいなかったので、ひとまず3日ぐらいだったらお留守番でね、行けるでしょうというところで、正直な話、1日ご飯を食べなかった、2日ご飯を食べなかった程度であれば、それだけで急にぽっくり行くことっていうのはほぼほぼないと思ってるので、まあ、絶対ではないですけれどもね、ただ全体のパーセントでいくと、まあ、10% ないあるかないかぐらいのレベルだと思うんですね。なのでお留守番させようと。で、暖房というか、温度に関してはヒーターねつけてるので、ヒーターあたりで、まず温度の管理もしつつ、あとはこの上にね、ブランケットもかけて、でプラス、ペットカメラという形でカメラも設置して、様子もね、遠隔で見れるようにしようかなというところでございます。やり方としてはですね、ペットカメラっていう設置ではないんですけど、ウェブカメラをですね、各ケージにセッティングして、でパソコン全部つけっぱにしておいて、パソコンは、でそのパソコンの映像をGoogle のサービスでね、遠隔で操作することができるんですよ、自分のパソコンを。でそれを遠距離というか、実家の方で、見るようにしようかなっていうところでございます。まあ、ペットカメラよりもね、ダイレクトで見れるなと思って、でカメラも複数であっても見放題になるので、パソコンの方にその映像をね映したままやっていこうかなっていうところです。でまあその給水ボトルとね、それに変えて、うちのこのウィンちゃん、大きくなったママの乳離れしたウィンちゃんなんですけれども、たまにねミルクは飲んでるみたいなんですよ、ママのミルクを。でママがたまにチチチチチチっていう感じで乳首を噛まれた時の音というか鳴き声を出してるので、
ミルクは飲んでるんだなっていうのはわかるんですけれども、水をね飲んでるのを今まだ確認できてないんですよ。でご飯を食べてるのは見たんですよね、何回も。で自分でご飯食べに来てるしっていうところでそれは問題ないんですけど、ちょっとねお水飲んでるところを見たいものの、なかなか給水ボトルはまだ飲んでるところ確認できてなくてちょっと不安だなっていう動画でございます。まあ、ただ本人はね全然なんか水分が不足してたりとかはないし、さっき水をね強制的に口元にポンってこう飲ませようかなってしても嫌がる感じ、首をブンブン振ってやめてやめてみたいな感じのをしたので、多分お水自体はその飲めてる感じなんですよね。飲めてるか飲んでる感じなんですね。無理に飲ませようとしても飲もうとしなかったのでっていうところですね。で本人はすごい元気でね、で完全にこの子は他の子以上にやっぱ子供の時から触ってるっていうのもあって、私が生まれた当時からずっと触ってるので嫌がる素振りは全然ないですね。なんか真の意味でのベタ慣れじゃないですけどをしてる感じがしますね。本当に噛みつきもしないですね。まあ、ただ思春期を迎え始めた時にもしかしたらそういう噛みつきとか性格の変わりっていうのは出てくるかもしれないですね。そこに関してはちょっと今後ですね出てくるかもってところですね。ただ今のところは本当ベタ慣れちゃんですね。まだでもベビーちゃんっぽい顔してるね。ベビーちゃんっぽい感じ。ただすごい慣れた子ですね。これおいで。水飲むかな。でもやっても飲まないんだよな。これ。お水。これ。わざわざ飲みはしなさそうだね。ねんねんね。どこ行くの？どこ行くの？活発ですね。あ、そっち行かないの。そっち行くと隙間入っちゃうから。はい。こうやっても飲まない。一瞬口をつけてもそれでって感じだね。給水ボトルがこれお水だっていう認識になってないのかもしれないね。あとここをちょんちょんちょんって出しておいてちょっと水を垂れる状態にして、水飲むの？ほら指についてる水すら飲まないもんね。見向きもしない。喉が渇いてればね自分で飲むとは思うんですけど、ちょっと飲まないから、ちょっとごめんね、体だけ抑えるよ。飲まないね、まだね。飲む気配もなさそうだな。あ、うんちしてたね。うんちしてたのを踏んだね、私ね。足の裏に今うんちの感覚があるよ。ちょっとおいで。いいよ、いいよ。足引っかかってる。はい、はい、おいで、おいで。飲む気配ないね。最近ねマシュマロは覚えたのでマシュマロとかは食べるんだけど、やっとねそういう風にちょっと大人になってきたのかなってところが、ちょっとこっち膝の方に乗っかってほしいな。あ、そう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 、えらいえらい。はい、どうぞ。いらない？今いらないか。ちょっと大きいけど途中まで食べたら募集します。この子に1個はちょっと多いんで募集してお母さんにあげます。
落としたよ。あれ落ちたやつどこ行った？あれポトンって落ちてどっか消えたぞ。あった、これいらない？食べる？食べてるね。ちょっともうちょっと食べやすいとこ行こうか。ほれここおいで、はい、ここの机の上に、はい、トン、はい、どうぞ。あ、初めての机の上に戸惑っておる。足の裏がうんち。はい、ほれいらない？うん、活発ね。私のたまに買う甘さ控えめスポドリ。これはい、初めての場所に戸惑っておる。もうそれどころじゃないね。よいしょ。その間に足の裏のうんちを拭こう。ああ大丈夫かい？よいしょ、ツルツルだもんね。あーツルツルだね、やめとこっか。じゃあ膝の上、はい、膝の上、はい、もうちょっと噛んでいらなくなった。少しだけ噛んで終わり。はい、いらない、いらないね。まあ、食べ過ぎないっていうのはいいことだけど、元気、めちゃくちゃ元気。片手でね、カメラを触りながらね、この子を抱っこするのは無理だね。かわいいな君な。大きくなったね本当に。顔も袋ももんがらしくなってきたし、お父さんのハロくんにやっぱ似てるね。ハロくんの遺伝子強めだね。手とかも足とかも立派になったね。よいしょ、はい、ごめんね、はい、この抱っこになれるんだ。したいもんな、活発だもんな君な。無理無理。あんたジコジコ泣いてるのもほとんど聞かないね。たまに同種族の子たちに対してジゴジゴジゴって泣くことはあるけど、ほんとその程度だね。ベタナレちゃん可愛いね。はい、まあそんなお話でございます。給水ボトルはなかなかこの子だって覚えてねえなっていうお話です。まあね、水容器は他のも用意してるのと、もしかするとお母さんのミルクでね水分取れちゃってるのかもしれないっていうところですね。よし、じゃあウィン帰ろうか、ね、ああギョルちゃんどうも、餌の気分じゃないんだね。お腹空いてないんだね。お腹空いてたら餌バクバク食べるもんね。多分そのまんまお母さんのいるポーチに帰らない。あ、帰るね。あれ帰らない。マイクの中入ってどうするの。ヨロメちゃん、ヨロメちゃん、キョロメちゃん、ミー何してるの？ミー楽しそうだね。たまにそこに入ってるもんね、そこ君ね。
あ、ガチガチしてる。あ、中に入ってるうんちって君のか。君はそっか、顔だけ入るわけじゃないのね。体ごと入っちゃうからあなたそこでうんちしちゃうのね。なるほどなるほど、理解したよ。さっきのあの中に入ってたうんちっちは君のうんちっちだったのか。だからちょっとうんちちっちゃかったんか。あーなるほどね、理解理解。そっかそっか、君だったら入る。下潜れんのね。買い物カートのそのやつの下くぐってくるの。かわいい。帰る、もしかして。あ、帰らない。あ、帰るな。お母さんのところ帰るな。帰る？帰らない？裏にいるね。おっと、そっかそっか。ヨロちゃんとかはね、ヨロミちゃんは顔だけ突っ込むからうんち中に入んないと思ってたんだけど、そっかそっか、ヨロミちゃんのうんちじゃなくて君のうんちだったか、あそこに落ちてたのは。なるほどね、理解理解。他のところうんち入ってないからおかしいなと思って。ほら、いい参考例があった。こうやってね、顔だけ突っ込んでご飯食べてお尻は出てるので、それはね、他の子もみんな大体そうなんです。うん、ただペッペカスの中にうんちも、これうんちかな、これうんちだな。下にポイってしとく。やっぱりちっちゃいうんちだな、入ってるの。君だね、やっぱりね、うんちっちは。ウィンちゃんのうんちっちが入ってる感じだ。他のところはね、うんちがそのご飯ケースの中に入ってるのってなくて、結構ね、衛生状態的にもいい状態なんですよ。あの、この餌ケースにしてから。これね、ただこの蓋が、このここが開けてる状態じゃない状態だと、やっぱり中にね、そもそも入っちゃうんですよ。この蓋なしのこういう状態だと、こういう状態だとそもそも中に入っちゃって、するとね、おしっこもうんちもそこで入ってまみれちゃうんですけども、この蓋をつけておくことで顔だけ突っ込むって形になって、これはね、私の実験の成果だと思ってます。何度か試してみてやってみると、そうそうそう、こんな感じでね。ちょっとこいつ入りすぎだけどね。でもね、お尻はね、ちゃんとケースの上にあるんですよ。なので、これはね、かなり実験の成果が出てるなと。ほんと日々研究と実験ですね。この子たちの生態というかね、そういう部分を見ながら、どうにかできないかっていうところ、まあ、今回はね、その実家に帰るっていうところで3日間どうにかならないかっていう実験もしましたので、実験的にはね、3日間はどうにかなりました。かなりいい感じですね。で、お水自体もちゃんと飲んでるし、いい感じ。お水の減り具合すげえな。そう、ここのケージもお水も結構減ってて、でこっちもお水結構減ってるんだけど、ギョロちゃんのところだけギョロちゃんが飲んだ分ぐらいしか減ってないような気がするんですよ。だからちょっとね、そのお水の減り具合、ただこの子ちっちゃいからな、飲む量も違うのかもね、水もね。ちっちゃいって言ってもでかくなったけどね。この辺がね、ちょっとどうなのかっていう疑問ポイントなんですけど、はい、さっきのあなたの娘が余したやつあげる。うん、まあね、うちの飼育の仕方なので、万人におすすめできるやり方ではないんですけども、そこはね、ご理解いただけると助かります。ある程度のね、ペットの飼育のボーダーラインっていうのはあると思うんですけれども、そのボーダーラインから超えた部分っていう飼育に関しては正解じゃない正解だっていうのはね、いろいろあると思うので、正解、これが絶対なる正解ですっていうのはね、ないと思います。状況によってはですね、ちゃんとしたご飯が手に入りにくい地域とかね、あとはまあ離島とかね、そういうところに暮らしている人とかだと、なかなかね、専用のフードが手に入りにくかったりするので、
あの例えばヨーグルトを代用するだとかですね。あとは人間の牛乳はねほとんど良くないんで、あのワンちゃん猫ちゃん用の牛乳、あのミルクを代用するだとか、手に入りやすいものっていうのはすると思うので、本当そういうところもね正解がかなり少ないところですね。お、そこ乗っかるんかお前。あ、行くと思ったら途中でやめた。キョロちゃんがたまにあの上に乗っかってるね、そのオブジェクトの中に入ってなんか遊んでます。何して遊んでるのか分かんないけど、なんか気になって遊んでますね。はい、まあそんな感じでございます。まあ私のうちの飼育としてはこんな感じ。あの真似をするとかではなく、まあ参考程度にするのがいいかなと思っております。私もね、飼育は模索しながら、あ、帰ってった帰ってった。入んないの？奥まで入んないんですか？私もね、基本的には模索しながら飼育しておりますので、今回はね、その3日間帰るっていうところでお留守番できる形のケージ改造を最終的に行って、で餌入れと、あの水入れと、あのこういう感じでアップデートした状態にはなってるので、まあ、こういうこともね可能ではあるっていう参考にしてほしいなと思います。これがいいよってわけではないので、そこだけはご了承いただければと思います。私もこれが正しい正解とは思ってはいないので、ただ今回実家帰る上でちょっと3日間以上実験をね重ねて、で餌は新鮮な状態かどうか、衛生的に問題ないかっていうところと、水に関しても切れることなく3日間ちゃんと飲めるのかっていうところ、あと温度的なところの実験をねしてまして、この部屋寝室なんですけども、一回閉め切って、この部屋は暖房で温めないようなシステムを作ってですね、3日間で、この子たちのケージだけ保温ができるのかどうかっていうのをやりました。私リントは、寒いなって感じても、我慢をするっていうところ、この子たちを3日間置いていくっていうことは暖房つけっぱにもできないので、暖房っていうかストーブねをつけっぱにするっていうのはできないので、理由としては万が一の火事があるかもしれないのでね。なのでこの子たちの中に入ってるヒーターと私が考えている保温のシステムの状態で皆さんがね生活できるのかっていうので3日間実験するって決めたので、私自身が寒いなと思った時には着込むということをしました。はい、でそれをした結果ちゃんとケージの近く、ケージないのお話なんですけども、ケージの近くまたはケージの中っていうのは実は28度保てたなんですよ。あそこに入ってるヒーターと、もう一個見えないんですけど、このケージの壁の向こう側にパネルヒーターペタってこう貼り付けてるんですよね、1階も2階も。でそのパネルヒーターと中に入ったらひよこ電球、あれですね、あのひよこ電球の2つで保温ができるのかっていうのを試したらできたんですよ。まあ全面これ穴開いてるっていうか網なんで、全面は上からブランケット、あそこにブランケットこれねあるんですけども、ブランケットかぶせてる形にはなるんですけども、ブランケットかぶせて3日間実験したらこのケージ内の温度は28度を保てていたので大丈夫だなと。で他のところはねもうパネルヒーターで管理していて特に異常は見られないので、でしかもここは冷温庫、冷温庫というかワインセラーかになるので、ワインセラーで管理してるんですけど、今餌をはててるんで、あそこにね赤虫が入った状態でイモリとサンショウが、ね、中に入ってるんですけれどもっていう状態で温度管理っていうのをしっかりとできた状態になります。これはねもう実証実験をしてみないことにはわからないので、理論ではお話しできないところなんですよ。試さないことには机上の空論だけではどうにもならないので、実際実験を重ねて問題ないことを私が実証実験として確認取れたので、このまま過ごさせてあげようかなっていうところでございます。で
実家帰る時に関してはコウモリちゃんは連れて帰ります。理由としてはコウモリちゃんは毎日餌を変えるのってでバナナとかリンゴとかを入れてあげなきゃならない部分なので、あの子は餌を変える必要性があるのと、あのケースで変えれるのって実家に連れて行きます。他の子、こっちの子はねパウダーフードでいけるので、なんだろうな、新鮮さというかその鮮度っていうところかなで行くと、まだパウダーフードの方が鮮度はね長持ちするものなので、はい、そういうところでちょっと住み分けしている状態ですね。さすがにコウモリちゃんは3日間ねご飯ちょっと鮮度が下がっちゃう生物がねっていうところがあるので、コウモリちゃんは連れて帰るっていう状態。他の子はちょっとお留守番、まあもし可能だったら全員連れて帰るのが一番いいんですけど、全員連れて帰るのはちょっと現実的ではないなと。まあ爬虫類ちゃんと両生類は置いていくと思うんですけど、フクロモモンガ6匹と、コウモリちゃんを連れていくっていうのは現実的ではないので、今回はお留守番っていう形を取ろうかなっていうところ。でお留守番っていきそうなので全然この調子で、ご飯の入れ替えもね3日間しない状態にして、餌の食いつき状態とか、あとは健康の状態っていうのも私の方でしっかり見て、特に異常は見られなかったし、ちゃんとみんなご飯食べてるしっていうのが結果としてね出たので、お留守番っていう形でございます。はい、ちょっとね今日はウィンちゃんのお話ではございましたけれども、ウィンちゃんね大きくもなったし、あとは水を覚えてくれたらいいんだけど、もしかしたら私が見てないだけで覚えてるのかもしれないです。ちょっとわからない。さっきね水のところにちょんって連れて行ったものの、飲んでるのは確認できなかったので、でプラススポイトで、ね、水を口元に持ってっても飲もうとはしなかったので、水分自体は取れてるんだろうなというところ、ただこう自分でね確認が取れてないので不安だなっていうお話でございました。はい、まあ、そんな感じでね実証実験と、あとはね結果論っていうところを見てやってる状態にはなるんですけれども、はい、そんな感じでございます。まあね、これからもこういう形で、まあ多少参考にね、皆さんの参考になるようなことっていうのは動画として残しておこうと思いますので、参考程度にしてください。完全に真似をするっていうのだけはお控えください。自分に合った飼育方法、自分に合った飼育のやり方っていうところ、飼育のやり方も飼育方法も一緒だな。まあ自分のね生活のスタンスに合った飼育方法だったりとか、あとは関わり方っていうのを皆さん意識していただけると幸いです。それがね動物ちゃんたちとしても私たちとしても飼育者側としても多分一番いいところ、譲れる部分と譲れない部分っていうのはどうしてもあると思うので、そこはペットちゃんたちとね相談って言っても、この子たち答えてくれるわけではないんですけども、折り合いをつけて飼育していけるように進めていけると、どちらもストレスがなく伸び伸びと生きていけると思うので、うちの子たちは伸び伸び生きてるので、はい、それがいいところだと思うので、そのようにやっていただけると幸いです。あと飼育の方法とかには正解とか不正解っていうのがないので、不正解で言うならば、明らかに体調悪いね病院連れていかないっていうのは不正解だと思うんですけれども、あとなんかうんちの状態がおかしくてすごい気になるっていう状況のまま放置するとかっていうのはもう不正解だと思うんですけれども、例えばその状態を経過観察をして治るっていうのを見たりだとか、よしこれでうんちの状態良くなったから問題なさそうだっていうふうに様子を見ていくんであれば、それはもう正解だと思うんですよ。ただ不安だなって思ったまま経過観察もせずに、ただ放置っていうのはもう間違いじゃないですか。なのでそういうのだけは やめてほしいなと思いますけども、自分とこの子たちの関わり合いの中で経過観察をして、でまあ病院連れてくほどでもなさそうだな、思い過ごしかもしれないなって思うのであれば、それはそれで正解ルートだとも思うので、そんな感じで皆さんやっていただければ幸いかなと思っております。はい、本日の動画は以上となります。
もしよろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらフォローお願いします。また過去にね、全部で今900本ぐらい動画が上がっておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。そしてね、これからの動画もたくさんアップしていきますので、よろしければそちらの動画も見ていただけますと幸いです。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リンとでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リンとでした。バイバーイ。